すごい葉も生い茂って元気ですよね。元気だよね。びっくりしたよね。短い芽から切って長い芽を残して。ああ、そうですね。そうだよねそうだよね、うん、これ3枚ぐらいで、葉っぱを3枚残しぐらいで、はい、中に取り切れてないのもあるけど。あ、同時にやるんですか？ん、いやいや、中にほら取り切れてないのもあるわけよ。ああ、うん、そういうのは取ってる。あ、これももう3枚にやった後なんですか？うん、ほとんどの人はね、はい、3段階ぐらいでやってる。で、本にはそう書いてありますよね、うん、だけどね、なかなかそこまでね、仕事が追いついていかないからさ、本当は3回でやった方がいいかもしれない。あ、防災にとっては、うん、1週間後またやるっていう感じですかね。うん、1週間後やって1週間おきぐらいにやるんだよね。はい、4つ塗ってたんだけど、はい、見切りをしたから2つにしました。あ、はい、やっぱり少しちょっと樹勢が弱くなっちゃうからですか？そうです。すごくちっちゃくなりましたよね、本当に。うちの子なんか早い方だと思うんだ。九州とか、はい、温暖な気候のさ、ああいうところの人は早、遅いけどさ、うんうん、この辺はちょっと早めだよね。あ、関東は、うん、
州の方は日光が豊富なんだよな。あーやっぱじゃ日が照ってるのが長いってことでしょうね、うん、そうなんだよね。日が強いっていうか、これもザルからですよね。この立派ですね。短い芽を切って、うん、大きい芽は1週間後に切ります。やっぱり暑さには耐えられないってことですかね。急に暑くなったりなんかするからさ、うん、それに耐えられないんだな。なんか道歩いててアジサイの花も枯れ果ててましたよ、うん、あ、そう、うん、初めて見ました。あんなアジサイの花が枯れちゃって咲いてる。結構丈夫だけどね。ああ。刺しときはついちゃうんだよ、ね。そうですよね。でもそれちょっと痛いですね。うん、お葉松は。うん、ね。やっぱショップスが訴えてるぐらい人間もかなり来てますよね。そうだね。よく八島さん平気ですね。平気じゃない。早く寝ちゃうの、くたくたになって寝ちゃうよ。うん、少しちょっとこの暑さを緩めてほしいですよね。体がもう続かないです。あとほら水がね、水不足ですよね。心配になっちゃうよ。あんな早くからさ乳媒あげちゃったら。そうですね。傷はその枝、太い枝ぐらいあったところなんですか。うん、もっと太かったよね、きっと。へえ、うん。で、これがいくらか巻いてきてる。はい。これはね。はい。